セルジオ・ドゥトラ・サントスは、ブラジルの男子バレーボール選手。ポジションはリベロ。元ブラジル代表。ブラジル代表のリベロに選出され、2001年に国際大会デビューを果たす。2001年ワールドリーグ、2003年ワールドリーグでベストレシーバー賞、2002年ワールドリーグでベストリガー賞を受賞、2002年世界選手権と2003年ワールドカップで 金メダルを獲得し、ワールドカップではベストリベロ賞を受賞した。2004年アテネオリンピックではブラジルにとって3大会ぶりの金メダル獲得に貢献するとともに、ベストディガー賞、ベストレシーバー賞、ベストリベロ賞の3賞を独占受賞し、同年オリンピック金メダリストの世界一のリベロとして、スーパーリーガからイタリアセリエへの強豪クラブピアチェンツへ移籍した。 2008年まで在籍したピアチェンツァでは、2007から8年、欧州チャンピオンズリーグでベストリベロ賞を受賞している。その後も2000年代のブラジルバレー黄金期のナショナルチームの守護神として活躍を続け、2006年世界選手権、2007年ワールドカップで金メダルを獲得し、ワールドカップでは2大会連続ベストリベロ賞を受賞。 2008年北京オリンピックでは連覇はならなかったものの銀メダル獲得に貢献した2009年ワールドリーグでは初の MVP と賞金3万 US ドルを獲得優勝した2009年南米選手権2009年ワールドグランドチャンピオンズカップにおいてもベストリベロ賞を受賞した2012年8月のロンドンオリンピックでは2大会連続となる 銀メダルを獲得した。ありがとうございます。